はい、皆様こんにちは、奥浜春彦です。お元気ですか？さて、セビジャヌスを踊るための基礎知識、いよいよ第5回目となります。第5回目はフラメンコ独特の手の動き、マーノと言われる手首から先の柔らかく使う動かし方ですね。これの、使い方、そしてセビジャヌスのポールドグラ、腕の動かし方とマーノ、手首の使い方を合わせた腕の動きの練習をしたいと思います。さて、この手首、マノですけども、ポイントはこの手首の可動域ですね、しっかりと折れる、直角に折れる、そして反対側もできるだけしっかりと折れる、この可動域がポイントとなってきますので、まずはじめに、ウォーミングアップといたしまして、手首の動かす可動域を広げるストレッチ的なエクササイズを練習していきたいと思います。それでは始めてみましょう。はい、それではまずはウォーミングアップで手首の可動域をストレッチする、手首のストレッチですね、可動域を広げるために手首のストレッチから始めたいと思います。このように、テーブルをの、後ろに座ってもらってテーブルを使っていきます。まず、肩骨2個分ぐらいでいいです。このぐらいの幅に両肘をつくようにします。そして手のひらは軽く握ったグーのポジションにして、まずこの折った方ですね、ここを合わせるようにします。そこからパンチでこの殴る部分、この面ですね、両方のこの面、ここを揃えるようにしてぐーっと手首の外側のストレッチをしていきます。深く息を吐きながらぐーっとよく手首の外側が伸びていることを意識します。1、2、3、4。今度は逆に今縮まっていたこっちの方ですね、こっちの手首の方、こちらのストレッチに行きます。手のひらを指を伸ばして合わせます。そして今度は手首をテーブルにつけるようにしたら、逆に肘を上げていくようにいたします。そうすることによってこっちの部分ですね、こっちの部分が伸びてストレッチされていきます。指は緩まないで、できるだけしっかりと伸ばして指先の方まで合わせておくようにしてください。これが緩んでしまうと手首のストレッチが甘くなってしまいます。指先と指先をしっかり伸ばして、ちょうど拝むポジションですね、このポジションで手首を床につけて肘を上げていきます。1、2、よく手首がストレッチされていることを意識してください。3、4。もう一度いきます。肘と肘をつけてグーにしてパンチするところですね、ここを合わせてあげて、しっかりと顎とか乗せてもいいですね、ここの手首の外側がストレッチされることをイメージしながら、1、2、力抜いて3、4。指先まで伸ばして手のひらを拝むように合わせたら、今度は手首をテーブルにつけるようにして肘を上げていきます。1、2、3、4。一度グーにして肩骨を合わせて、手首の外側、少し顔を乗せてあげていいですから、外側をこの部分を伸ばしてあげるように感じながら、息をゆっくり吐きながら伸ばしていきましょう。1、2、3、4。あまりグイグイ力やかけすぎてしまうと、頭で押しすぎてしまうと手首怪我してしまいますので、程よい、気持ちいい、痛い、ちょっと痛いかなぐらいのところでやめておいてくださいね。1、2、3、4。手のひらを合わせて、今度は手首をテーブルにつけたら、しっかりとストレッチ。1、できるだけ指が縮まないように伸ばしてあげます。3、4、5、6、7、8です。そうしましたら、次ですが、今度は肘と肘をできるだけ合わせるようにします。合わない人は少し離しておいてもらって構わないです。このポジションで
先ほどの手をグーにして肩骨の部分を合わせるようにしたら、今度は回していきます。1、2、3、4、今度は反対回し、内の方に5、6、7、できるだけこの肩骨と肩骨が合うように、8、反対、肩骨と肩骨が合うように、1、2、3、4、今度は反対、5、6、7、8。横から見るとこういう状態ですね。こっちは自分に対して外の方向に向かっていく方向です。外回しになります。外回し、1、2、3、4。今度は外から自分の方向に入ってくる内回しの方向です。揃えて肘を内回し、5、6、7、8、外回し、1、2、3、4、内回し、5、6、7、8。この練習方法ですけども、お風呂場なんかでも湯船に浸かっている時にできると思います。これを日頃からやっていただいて、この手首の可動域ですね、柔軟性を鍛えるようにしてみてください。それではもう一つ、今度は椅子を使って、手首から先の動きですね、これで大きく円を描く意識の説明をしていきたいと思います。はい、それでは今椅子を用意いたしました。丸い椅子です。この丸い円の中心ですね、中心、この部分です。ここに手首が来るようにまずセットします。ぴったり床の面に手のひらつけなくていいです。そうすると、ちょっと手首を折りすぎないといけないのできつくなってしまうので、少し椅子から浮かせた感覚でいいです。少し浮かせた状態ですね。この中心となる手首の位置をできるだけ変えないように、この指先がうーっと椅子の円の縁を通ってくるように意識をしてください。手のひらを返しながら回していって、もうこれ以上我慢できないというところまでしっかりと回してから、手のひらを返して、同じように円の縁を指先が通るように持ってきて、同じくもうこれ以上回らないというところまで来たら、手のひらを返して回していく。ゆっくりと指先が椅子の縁をなぞっていくように意識をしながら、大きく大きく回します。反対回しもやってみましょう。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。反対の手もやってみますね。ここから巣の縁を指先がなぞっていくように、ギリギリまで手首我慢してから返す。同じようにギリギリまで、これ以上回らないっていうところまで我慢してから返す。椅子の縁を円を描きながら、ギリギリまで我慢して返す。ギリギリまで我慢して返す。反対回しも、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。そうです。
このように大きな円を描いてあげる、両方の方向ですね、時計回りと反時計回りを練習してみてください。はい、それではあんな感じのポジションで手首の内回しの方向と外回しの方向の練習をしたいと思います。内回しは先ほど手首のストレッチで説明しましたように、自分の方向に入ってくるというね、外から自分の方向に入ってくるのがアンデラ、内回しです。そして外回しは自分から外の方向に向かっていくのが外回しです。外の方向に、自分から外の方向に差し出していく方向が外回し、自分の方に持ってくる方が内回しです。まず手のひら、自分の手のひらですね、アンナバンのポジションで自分の手のひらを溝打ちの方に向けてください。そのポジションから回すと内回しになります。先ほどの椅子で大きく円の縁を描いた指先と指先を意識しながら、またギリギリまで我慢して返してくる、手のひらが自分の方向を向く、もう一度回して、これ以上我慢できないというところまでしっかり手首を曲げてから最後に返す。そうです、僕がもうちょっと近づいてみましょう。橋爪さんもうちょっとセンターに向いてもらって、そうです、そこから自分の手のひらが溝落ちの方向を向いているポジション、そこから1、2、3、4、ギリギリまで我慢をして手のひらをまた自分の方向に向けてくる、1、2、3、4、これが内回しです。1、2、3、4、今度は外回しに入ります。外回しは自分から外の方向に向かっていくことです。外の方に差し出していく方向、外回しのする時のポイントは、今内回しで手のひらを自分の方に向けましたが、今度は外回しをする時は自分の手の甲が自分の方に向く、手の甲が自分の方に向くところでプレパレーションを取ります。つまり正面から見たときに手のひらが前に見えている状態ですね。このポジションです。ここから外に1、2、同じようにギリギリまで我慢して、もうこれ以上回せないというところまで我慢してから、また手の甲が自分の方向を向く、し1、2、3、4、1、2、3、4で手の甲を自分の方向に向ける、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。もう一度内回し、今度手のひらを自分の方に向けて、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3。今度は外回し、手の甲が自分の方を向く、1、2、3、4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 。はい、OK です。
はい、それでは、先ほどの、手のひらを自分の方向に向けたところからスタートする内回し、そして手の甲を自分の方向に向けてスタートする外回しを、それぞれのポジションですね、アンバー、アンナバー、アンオー、アラセゴンのポジションで、やってみたいと思います。まずアンバーですね、プレパレーションのポジションです。この時手は下に下がっていますが、自分のこの手のひらがおへその方に、みぞおちの方に向いている。ここからスタートするのが内回しです。1、2、3、4。そして今度は手の甲が自分の方を向く、つまりアンバーのポジションだったら手のひらが床の方向を向いているポジションです。そこが外回しのスタートになります。1、2、3、4で今度手のひらを自分の方向に向けてもらっていいです。組み合わせていきましょう。交互にいきます。手のひらが自分の方向からスタートする。1、内回し2、3、4で手のひらが床の方向を向いたら、い、外回し、5、6、7、8、い、手のひらが自分の方向を向いてスタートするのが内回し、し、い、外回し、6、7、8。今度はアナバのポジションです。自分のみぞおちとへその間に中指が来る。そしてこの時にまず手のひらが自分の方向を向いている内回しからスタートします。1、2、3。手の甲が今度は自分のおへその方向を向かして、手のひらがまっすぐと前を向くポジション。ここから外回し、1、2、3。手のひらが自分の方向を向いている。1、2、3、4。手のひらが外から、5、6、7、8。そして今度はアンオーです。アンオーの時も手のひらが自分のおへその方向を今向いている。ここでスタートするのが内回し、1、2。そして手の甲が今度自分の方向を向いている、ちょうど胸の方向を向いている。これが外回しのポジションスタートです。1、2、3。そうです、今手のひらが自分の方向、床の方向を向いています。1、2、3、4で今度手の甲が自分の方向を向いている。1、2、3、4。手のひらが自分の方向を向いている内回し、1、2、3、4。手の甲が自分の方向を向いている外回し、1、2、3、4。1、2、3、4、5、6、7、8。そして今度は横のポジション、アラセゴンですね。アラセゴンの時も同じです。今自分の手のひらが自分の方向を向いていますので、ここから内回しをスタートします。1、2、3、4。今度は自分の甲が自分の方向を向いている、手のひらが外向きになっています。ここからスタートするのが外回し、5、6、7。手の方向が自分の方向を向いている、開い、1、2、3、4。今度は手のひらが外側を向いている、い、外回し、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7。はい、 OK、 8。はい、それでは、今度は腕の動きですね、ホールドブラを使いながら手首の練習をしたいと思います。基本的に自分の体の前の正中線を腕が通っていく、この時
は内回しです。あくまでも基本です。そして自分の体の外側、この外側のラインを腕が通るときは手首は外回し、つまり手の方が自分の方を向いたところからスタートするのが普通となっております。そしてセビジャンナスですが、アンリオールの腕の使い方、ホールドブラですね。アンリオールというのは平泳ぎの方向です。外回しですね。平泳ぎの方向なので外の方を通って自分の体の前から外の方を通ってくる平泳ぎのこの腕の動きがアンリオールとなります。そして先ほども言いましたように手が上からスタートしますが、自分の体の外側のこのラインを通るときは外回し、下から今度自分の体の正中線を通るときは内回しになりますので、手を上げていただいてまず一緒にやってみましょう。ここから外回しからスタートしたいので両方の手の甲を向かい合わせにします。手の甲と甲が力抜いてもらえますか。手の甲と甲が向かい合わせになる。このポジションから手首から出て外に回して、手首から入ってきて自分のアンダーバンドみぞおちの前で内回しに入る。6、7、8。そして手の甲と甲が向かい合わせで終わります。ここから手の手首と手首が押し出されていくように出ていって外回し、外回しをしたら今度は手首と手首が入ってくるポジション、しっかりとこの手首が折れているポジションですね。そこから溝打ちの前で内回し、上の手も内回しにしますにしながら、最終的に手の甲と甲が向かい合わせ平行になるようにします。ここから手首から押し出されていきながら外回し、押して手首が入ってきて溝打ちの前で内回し、そうです。い、手首から降りてきて外回し、手首から入ってきて内回し、手の甲と甲が向かい合わせになって手首から押し出されていくように外回し、手首から入ってくるように溝打ちの前で内回し、手の甲と甲が向かい合わせになります。そこから手の外回し、手首から入ってきて内回し、い、手首から降りてきて外回し、い、手首から入ってきて内回し、い、手首から上の手も忘れないで同時に外回し、い、胸の前で外回しとなってきます。それでは今回はまず足はつけないで腕の動きだけでセビジャンスのリズムを捉えていきたいと思います。まず腕のコールドブラのポジションですね。アラセゴンとアンバーとアンナバンとアンオー、この4つのポジションが12拍子のカウントの中でどこに入るのかということをまずチェックしたいと思います。まず両手がアームに上がってきます。上げてください。もう少し後ろ下がって、ここから外を通って下からアンナバンのポジション、ここが12、そして上がって1、2、3、4でアラセゴン横のポジションに行きます。
5で下ろして6で上がる、6、7、8で上がって9、10で上がらせる、12で上がる、1、2、3、4で上がらせる、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11で上がる、12で上がる、1、2で上がって3が斜め上ですね、斜め上です、4で上がる、5で上がる、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。はい、それでは、今度はセビジャンナスのリズム、音楽を使って手首のカウントの取り方を説明したいと思います。まず、腕を回さずに手はアンナバンのポジションと横のアラセモンのこの2箇所だけを使って内回し、外回しの練習をしたいと思います。手の甲と手の甲を向かい合わせですね、した状態で手のひらが外向いてますね。ここでプレパレーションを取ります。やってもらっていいですか。ここから手の甲と甲が向かい合わせのまま手首が両手ですね出ていったポジション、そこから外回しに入ります。今度は手首から中に戻ってきて内回しになる、そうです。手の甲から出ていって外回しをしたら今度は手首から戻ってきて内回しになる、片腕ずつ外回しのところに開いてで戻していく、外回しの時に開いて内回しに戻していきます。カウントは12、1、2、3が手首でそこから4が外回し、指先で4です。5で手首が入ってきて6で回す、7、8、9は手首、10で指先と11で手首が戻ってきてそして12で回る、まあ、内回しです。12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、と11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、手首、指先、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。なので一番柱となる6時と12時、時計でいう6時と12時の三拍子の柱となるアクセントのところは体の前で内回しです。12、1、2、3、4、5、6、7、8、9と、そして外に出てくるタイミングは手首が3時、そして指先が4時、5時で手首から戻ってきて6時で体の前です。9時で手首が出て10時で指先が外回し、そして11で戻ってきて手首が、12が内回し、アンナバンのポジションで行いますという感じになりますので音で練習してみましょう。まず手の甲と甲向かい合わせでプレパレーションをします。これですね。
いかがでしたでしょうか。それでは今度は先ほどの、アンデオルですね、平泳ぎのポルトグラの使い方に今の手首の使い方のリズムを混ぜてみたいと思います。同様にプレパレーションは両手アームに上がります。そして手の甲と甲は向かい合わせのポジションです。先ほどと同じようにここから3で斜め上に入るときに手首がしっかりと外に向いたポジション、そして4のときに外回し、上の手も外回し、5で下のアンバーになります。このときに手首がしっかりと入っている、6でアンダーバンで内回し、6、7、8で上がって手の甲が向かい合わせで左手9、手首から出て10、外回し、11でアンバーに手首が入って11、12、1、2、手首外回し、手首アンダーバンで内回し、4、8、手首外回し、手首アンダーバンで内回し、1、2、手首外回し、手首11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8になります。いかがでしょうか。それでは一回音楽で練習してみましょう。プレパレーションは手の甲と甲が向かい合わせです。このまま顎に持っていきます。
ラメンコ舞踊、独特な、手首の使い方です。この使い方なんですけども、今回は割かとこうカウント的に、数字的にアカデミックな方法で説明をいたしました。そしてこの内回し段の外段回しというのはちょっと難しいと思います。慣れるまでね、どちら回しをしているのか分かんなくなったり、またどのタイミングで手首を使っていいのか分かんなくなったりします。なので慌てずに一番最初のこのウォーミングアップからですね、常日頃から、訓練していると自然に動くようにはなってきます。そしてこの指先の使い方なんですけども、例えば内回しとっても小指から順番に薬指、中指、人差し指、そして親指、小指、中指、人差し指っていうふうに順番にこういうふうに入ってくる内回しのやり方もありますし、中指と薬指だけですね、この2本だけで、掴んでくるように、引っ掛けてくるように持ってくる。同様に外回しも中指と薬指だけ使って、その2本の指がぐーっと外のいいものを自分の方に引っ張ってくる。もしくはお教室によっては人差し指と中指ですねを使って、外から内に自分の方に持ってくるといったように、お教室やそれぞれの先生によって、教え方というか、そのやり方、使い方は違います。これはスペインに行っても同じです。なのでこのマノというのはフラメンコ舞踊独特の動きであり、そしてそれぞれの踊り手さんによってより、個性が変わってくる、個性的な使い方になってきますので、それはその時に応じて習っている先生のおっしゃっていることをよく聞いて、それを真似するようにしてください。というわけで今回はマノの練習をいたしました。少しこれは難しいので、慣れが必要ですし、これからセビジャナスの踊りに入っていった時に、踊りとともに一緒に動かしながら覚えていけば良いと思いますので、今すぐできなくても大丈夫です。ゆっくり練習して整理していってください。それではまた次回、会いましょう。お疲れ様でした。